ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく一日が経とうとしていた。この神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中が。やっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ、もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うか。よう。人造人間対人造人間、進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある、そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。奴らのどちらかでも破壊できれば。化け物もこんなところには来ていないと思うが。まだセルが奴らを吸収していなかったのは不幸中の幸いか。ザコがいるようだな。神と合体してパワーアップした今なら少しはチャンスがあるかもしれん。ザコがいるようだな。あそこならいいだろ。ザコがいるようだな。何も喋らなければ今度こそ殺す。いいな。前のように簡単にはいかんぞ。さあ来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき俺だけで十分だ。しめた。17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げる。偉そうなことを言ってくれるじゃないか。じゃあ、はっ、止まれ。はっ、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 とどめを刺してやっちまえよ。はっ、つや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 、はっ、はっ、とどめを刺してやっ。とどめを刺してやっちまえよ。人造人間でもないのに素晴らしいパワー。落ちろ、落ちろ。やるな。そうだ、そうだよ。はっ、はっ、はっ、
互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。セル、しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。そこまでパワーアップしていたとは。貴様一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄と言うべきだ。気をつけろ17号、そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういうことだ？簡単に言うぞ、そいつはセルという名でドクターゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。なんだと？喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。それこそドクターゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろう。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ17号。敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったらこの俺に逃げろだと。バカにするな。くそ。なんてことだ、セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう、もうダメだ。これではどうしようもない。クリリン、ブルマさんから電話だべ。もしもし、クリリン君、見つけたわよ、人造人間の弱点を。本当ですか？ええ、17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの。動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーはもう作ってあるわ。すいません、すぐに持ってきてもらえませんか？そう言うと思ってもう近くまで来てるのよ。すぐにそこに着くわ。ありがとう、ブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。天津飯、戻ってこい。今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老師と言われた時代が懐かしいわい。
これがコントローラーか。ただし10メートル以内にまで近づかないと効果ないから気をつけてよ。それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんか。いいわ。クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊か。何なんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号。やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。分をいただこう。強かったのか、16号のやつ。まだだ。今すぐ急いで逃げろ。奴はまだ死んでいない。冗談じゃない。人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。逃げるぞ18号。まずいぞ。すまんなチャオス、俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さてパワーの方はどうかな。16号！さあ今度はお前の番だ18号。共に完全体を作り上げよう。三気候法。はっ。
何をしている？早く逃げるんだ。はっ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 。よせ、もうやめろ。やめんだ天津飯。これ以上気功法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。死ぬな天津飯。まだ生きてる。おのれ、たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。孫悟空、おめえがセルか。ピッコロの木だ。ピッコロはまだ生きてる。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。蹴ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ。必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先祖がある。逃げる気か？そうはいかん！け、逃げられた。消えるとは妙な技だ。孫悟空、いつの間にあんな技を。
おっと、18号を捕まえねば孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒ではそう遠くまではいけないはずだ。